はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうも、はい、ありがとうございます。今回この動画のテーマはこちら、新日本プロレス、ジェイ・ホワイトはやめへんで、僕たちはジェイを信じるスペシャル、イエイ。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回この動画のテーマはジェイ・ホワイト3部作の、3本目という形になります。ジェイ・ホワイト3部作といいますのは、まず、ジェイ・ホワイトを救いたい、そしてさよならジェイ・ホワイトに続いて、今回の、ジェイ・ホワイトはやめへんでっていうこの3本目なんですけど、まず、これをご覧になられている皆様にお伝えしたいのが、1本前に出しましたさよならジェイ・ホワイトの回について、まあ、かなりコメントでですね、強いお叱りのご意見もいただきまして、皆様、不快な思いをした方申し訳ありませんでした。はい、まあ、最後までご覧になっていただいた方、あれ多分10分11分ぐらいあった動画なんで、まあ、最初から最後までしっかりご覧になっていただいた方は、あの私の、伝えたい意図っていうのはおそらく伝わったんじゃないかなと思うんですけど、最初の5分から6分のずっとあの僕が泣いてるシーンだけ見た方に関しては、こいつ何ふざけてんねんと、わしらはジェイ・ホワイトのことがめちゃめちゃ心配してんねんという形で、あの多分本気で、あのジェイ・ホワイト選手の対談問題についてどうしようどうしようどうしようって笑おうもすがる思いで僕の動画にたどり着いていただいた方に対しては、ちょっと不快な思いしてしまったんじゃないかなっていうところで、まあ実際ですね、あのそこに対してちょっと本当にごめんなさいっていう気持ちなんですけど、実際ですね、なんでしょう、まあ、再生回数自体を結構皆さん注目していただいてるっていうのはあれなんですけど、まあ、あの高評価に対して結構バッド評価が結構私にしては珍しくて、47個もついてるんですね。こんなにバッド評価低評価がつくのって珍しいなと思って、やっぱそれだけみんなJ・ホワイト選手の問題について本当にやきもきというか、もう心をすごい追い込まれてたんだなってなった時にですね、まあちょっとまああえて意図的に私もやったところはあったんですけれども、本当にごめんなさいという形です。まあそれに対して結構あの回出した後、チャンネル登録者の方が結構ポポポッと増えていただいて、まあそういった方っていうのは、まあ初めて私の動画を見ていただいた方だと思うので、きっちりと僕自身が伝えたい意図っていうのも理解した上で、多分この動画も見ていただいてる方々だと思いますので、皆さんありがとうございます。本当にしっかり僕の冗談も受け止めていただいたという、心の広いチャンネル登録者の皆様のために今後も頑張っていきたいなと思っております。はい、で実際あのさよならジェイ・ホワイトの回でも僕述べたんですけど、まああれですよ、バレットクラブの格好してあのすごい悪役じみた言葉で結構言ってたことがあったんですが、あれ実はあの僕の本心なんですよ。で正味の話、さよならジェイ・ホワイトの回を出したのって、みんなの気持ちを何て言うんだろうな、煽りたかったっていうのじゃなくて、実はまあ、バレクラモードのシェイクになって言った言葉っていうのが本当 はみんなにとって希望になるあの言葉だったって思ってるんですけど、実際自分の目でも見ていきたいなと思って、ちょっと今この辺りにちょっと出したいなと思うんですが、あの1月16日、金曜日ですね、金曜日の日中に、僕水道橋の後楽園ホール行ってきました。後楽園ホールの、5階の入場口のところにエレベーター上がって左を見るとですね、今新日本プロレスの旗揚げ記念日のポスターがずらーって飾られてるんですよ。3.4 日本武道館大会ですよね、がある中で、そこにいろんな選手のがデザインのポスター飾られてるんですよ。棚橋さんしっかり、岡田さんしかり、太一選手しかり、デスペラー選手しかり、高橋宏夢選手しかりしかりしかりっていうのがあった中で、一番左上にジェイ・ホワイト選手の一人バージョン あのポスターもきっちりそこにアップされ、あ、掲示されてたんですね。僕それを僕のツイッターのフォロワーさんのつぶやきで実はそれ見たんですよ。数日前に見て、あ、じゃあ大丈夫だって思って、実はさよならジェイ・ホワイトを撮らせていただいたっていうのが、あの実はその裏側の意図なんですけど、やっぱり自分自身の目でもちゃんとそれをみんなに見ていきたいなっ
って思ったのと、多分そのポスターが掲示されていることがきっときっとみんなにとっての希望になるなと思ったんで、それで実はこれからの足をこにパシャパシャパシャって撮ってツイッターでアップさせていただいた次第なんですよ。まあ一応 YouTube しかご覧になられてない登録者の皆さんもいらっしゃると思うので、一応ここに掲示はさせていただこうと思うんですけれども、きっちりとホームページ公式サイトとかに J. ホワイト選手の名前が削除されて皆さん不安になられてたと思うんですが、デジタルなことをって結構難しいと思うんですよ。デジタルなことを削除したり追加するのって、そういったことが簡単にパッとできて、ポスターを剥がすだけっていうアナログな簡単な作業をやらないわけはないんですよ、ね、これすいません、新日本プロレス側からするとネタバレみたいな、ね、形になって、そういう風に見えてしまったらごめんなさいなんですけど、僕ごめんなさい、やっぱりヒーローになれないわ。J. ホワイト選手について悩んでる皆様のためにはもう希望を与えたい、このチャンネルではって僕思ってるので、 J. ホワイト選手はやめません、絶対にやめない、僕はその確信を持って、この J. ホワイト3部作を出させていただきました。はい、なのできっときっと前回のさよなら J. ホワイトの回でも言いましたけど、 J. ホワイト選手は今虎視眈々と復活の時を待ってます、それはニューイヤービギニングでしたっけ、次のシリーズね、次のシリーズの対戦カードに名前がなかった、まあ、正直言ってこれはこれでビッグサプライズだと思うんですけど、この僕たちファンの心を揺さぶることも含めて J. ホワイト選手の手のひらの上に僕らは今転がされてるんですよ。要は多分ですけど、公式サイトとかのプロフィール、削除を依頼したのは J. ホワイト選手本人だと僕は思ってます。 J. ホワイト選手が次のシリーズ休ませろと、で俺自身姿をくらませたい、だからプロフィール画像全部削除しろよという形になったんじゃないかなっていう形、多分これは J の指示なんじゃないかなっていうふうに僕は妄想してます。はい、なので J 選手はきっとどこかの大会で現れて、僕たちにその元気で憎たらしい姿っていうのをまた見せてくれるんじゃないかなっていうふうに思いますね。これはまあいいのか悪いのかですけどね、また僕たちがね J 選手の一挙手一投足に振り回されて苦しまされて投げかされてっていう日々がまたね近い将来来るとは思うんですけど、そんな J 選手を今回の事件を機に、僕たちってやっぱり J 選手のこと好きだったんだなって改めて悔しいけど感じさせられましたよね、きっとね、僕もそのうちの一人です。はい、でまああと一応投稿ショップ、投稿ショップの方にも見に行ったら、1.4、1.5 東京ドーム大会のほら、トップ4のペイント、ボディペイントのポスターもまだ掲示されてましたし、投稿ショップ入ったらまだ J 選手の等身大パネルもきっちりとありましたんで、でかつこれちょっとこの写真撮ってないですけど、 J 選手のグッズとかも本来だったらね、こういうことでも在庫派遣一斉処分っていう形で値引きしても売りたいっていうのが多分ね商売側の目線かなと思うんですけど、普通の定価で全て販売されてたんで、まあきっと多分間違いなく J 選手は元気な姿を僕たちの目の前で見せてくれると僕は思ってます。はい、ってところですね。はい、というわけでこのまあみんなに安心していただきたいっていうことでですね、まあ最後、まあ前回のさよなら J. ホワイトのまあケツを自分自身に吹きたかったっていうのもあるので、この動画をあえて上げさせていただいた次第であります。だから僕たちは J. ホワイト選手の帰りをしっかりと信じて待って、また憎たらしい J. 選手に喜んでブーイングをかませる日を待ちたいなと思っております。はい、ということでぜひ皆様のご意見ご感想も私に届けていただければと思っております。そして、まあ、あの時結構厳しい意見を僕にぶつけていただいた方も含めてですね、今のお気持ちをぜひ僕にぶつけてほしいと思っております。というわけで皆様のコメントご意見お待ちしております。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見をこの YouTube のコメント欄、 Twitter のコメント欄、 Twitter の DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマっていうのも随時募集をさせていただいておりますので、この YouTube のコメント欄でも Twitter でも構わないので送ってきてください。この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてっていうのはですね、直接どしと
ぶつけていただければちょっとお時間はいただくかもですけれども、必ず形にして皆様にお届けしたいと思っておりますので、これからも皆様この動画のリクエストをよろしくお願いいたします。そして忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらもポチポチと押していただきまして、これからもこの妄想プロレスチャンネルのシェイクについてきていただければと思っておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで最後まで見ていただいた皆様どうもありがとうございました。お届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。またね、バイバイ。